だけよ、お前ら心配かけさせやがって。だからごめんって。コウさん酔うと何度も同じこと言うよね。ソータが退部届出した時心臓止まるかと思ったわ。でも結局受け取らなかったんだよね、大野監督。そりゃな、実は監督いつかはお前ら兄弟にペア組ませてみようと思ってたらしいぞ。え、そうなの？なあ、で実際はめてみたら結構うまくいってんだろ。さすが監督、そして俺。確かにお互い動きやすいっていうか、しっくりは来てるかな。だろ、やっぱ兄弟ってそういうところあるんだと思うぜ。コウさん。うん。俺コウさんとのダブルス好きだったからね。なんだよいきなり。そりゃコウさんは上がり症でここぞって時に全然ダメダメだったけど、いつも俺が無茶してもコウさんがカバーしてくれてたし。トウヤ？バド以外でだっていつも飲み行ったり遊びに行ったりしてさ。あ、いや、それはこれからもできるだろう。とにかく俺今までめっちゃ楽しかったから、それはコウさんのおかげなんだって。ごめんな、トウヤ。謝んないでよ、俺はコウさんのことを応援してるから。俺だってお前たちのこれからに期待してるよ。もう別にこんなこと言うつもりじゃなかったのに。まあ俺らに締めっぽいのは似合わねえよな。飲もう飲もう。はい、ジョッキ持って。オッケー。ではでは、竹とペアに最大級の感謝を込めて乾杯！